ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、ニュース見た？おう、見たぞ。ブラックホールの撮影に成功したって話だよな。正直びっくりしたぜ。どんなブラックホールなのか気になるわ。魔理沙の知っていること、教えてもらってもいいかしら？もちろんだ。今日は天の川銀河の超大質量ブラックホール、射手座 A スター撮影成功の経緯について解説していくぜ。それでは今日も、ゆっくりしていってねー。2022年5月12日に国際研究グループ、イベントホライズンテレスコープ、通称 EHT は、地球上の8カ所の電波望遠鏡を使った観測で、天の川銀河の超大質量ブラックホール、射手座 A スターの撮影に史上初めて成功したんだ。歴史的快挙ね。射手座 A スターの存在はもともと知られていたのかしら？私、射手座って歌のイメージしかないんだけど。それは宇宙ロボットアニメのアイドルソングだろ。まあ宇宙つながりだから悪くないけど。射手座 A スターは、地球から約2万7000光年先の天の川銀河の中心にある天体なんだ。1990年代から周辺の星々の運動を調べてきた研究者たちは、射手座 A スターが太陽の約400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホールだと確実視していた。天の川銀河の中心。ブラックホールになる前は、さぞ大きな恒星だったんでしょうね。確かに気になるよな。EHT から公開された画像は、2017年4月7日に実施された観測データを処理することで作成されたんだ。ブラックホールの周囲で輝くガスが要因で、リング状の輪郭が浮かび上がり、中央にシャドウと呼ばれる暗い部分が見えるようになるぜ。シャドウって影ってこと？輝くガスの影みたいだからシャドウなのかしらね。リングに関してはどのぐらいわかっているの？光のリングの直径は約 0.4AU で、一般相対性理論で予測されたシャドウの直径に一致すると言われているんだ。EHT のプロジェクトサイエンティストを務める、台湾中央研究院天文及び天文物理研究所のジェフェリー・バウアー氏は、リングの大きさがアインシュタインの一般相対性理論の予言と、非常によく一致していることに衝撃を受けています、と語っているぜ。一般相対性理論の予言って、そんな前から予測されていたってこと？アインシュタインは魔法使いか何かなのかしら。実際、当時の人たちはそんな風に思ったかもしれないな。バウアー氏の勤める台湾中央研究院天文及び天文物理研究所は、天文学と天文物理学の研究所だ。太陽系や恒星形成などを研究していて、日本の国立天文台も含まれている東アジア中核天文台連合を設立したりもしているぜ。宇宙調査のスペシャリストなのね。それにしても全部漢字だとか見そうだわ。早口言葉みたいだよな。そんな研究所も言及している射手座 A スターは、世界各地80の研究機関から参加した、300名を超える研究者が力を結集して見つけた人類全体の成果なんだ。国境を越えてみんなが力を合わせたのね。素敵な話じゃない。日本人も参加しているのかしら？射手座 A スターのデータ構成と、画像化チームの秋山和則氏が参加しているぜ。個人以外にも EHT の一つアルマ望遠鏡は、日本が運用に参加している。アルマ望遠鏡はヘイスタック観測所主導のチームが開発した最先端の装置を利用した装置を通して、アルマ望遠鏡にあるいくつものアンテナを一つの巨大なアンテナとして合成した。その結果、EHT の中で最も感度の高い観測局になったんだぜ。日本の研究者がいる場所が一番感度の高い観測局ってちょっと誇らしいわね。しかも、ヘイスタック観測所は秋山氏が所属している場所でもある。何にせよ、日本は今回の発見に大きな貢献をしたと考えていいだろうな。ところで感度が高いとどんな恩恵があるのかしら？なんかすごいってことはわかるんだけどね。感度と精度が上がったことで、ブラックホールの周りのガスの運動によって、射手座 A スターの明るさが観測中、どのように変化したか詳細に調べることができたんだ。その結果、射手座 A スターの代表的な構造を画像化することに成功したんだぜ。なるほどね。日本人も大きく貢献しているのが分かって嬉しかったわ。今回の発見は天の川銀河の中心に、超大質量ブラックホールが存在することを視覚的に示した決定的な証拠になったんだ。天の川銀河に限らず、様々な銀河の中心に存在する可能性の超大質量ブラックホールの働きに関する貴重な手がかりになると、新たな期待もされているぜ。天の川銀河の中心にあるのなら、他の銀河の中心にあってもおかしくないものね。今回の発見がブレイクスルーになる可能性があるのかしら。もしかしたらあるかもしれないな。今回発見したブラックホールだが、実は直接見ることはできないと考えられているんだ。え、でもブラックホールを発見したのよね。見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだの？否定できないから、微妙に突っ込みづらいな。ブ
ブラックホールの名称は黒い穴とそのままの意味なんだが、この周辺では時空が大きく歪むんだ。ある程度の距離まで近づくと、光ですら脱出できないとされている。この光がブラックホールから抜け出せる距離の限界を事象の地平面と呼んでいるんだ。光ですら脱出できないって。じゃあブラックホールの中ってどうなっているの？ブラックホールの中心は特異点と呼ばれている。特異点では、物質は密度無限大の領域に押し込められていると考えられているんだ。ブラックホールに落下した全ての存在は、最終的に特異点にたどり着くと考えられているぜ。密度無限大？それってつまり、際限なく全てを飲み込むってことなのかしら。まるでもう一つ世界があるみたいね。中が見えない以上、もしかしたら異世界があるかもしれないしな。特異点では一般相対性理論も適用されないと予言されていて、量子力学が重要になってくると考えられているんだ。いて座 A スターもブラックホールなんだから見えないはずでしょ？でも観測に成功したって話しているのは変じゃないかしら。確かにブラックホールを直接観測することはできない。だから、ブラックホールを観測するときは周囲にあるガスを利用しているんだ。いて座 A スターに限らず、ブラックホールの強い重力に引き寄せられた物質は高速で螺旋状に回りながら落下していく。この構造を膠着円盤と呼んでいて、膠着円盤には X 線、可視光、赤外線、電波といった幅広い波長の電磁波が放射されているんだ。わかったわ、その電磁波を観測していくわけね。そうだな。ただ電磁波はそのまま地球へ向かってくる場合もあるが、中にはブラックホールの強い重力の作用で進む向きを曲げられて地球へ向かってくるものもあるんだ。いろんな方向から電磁波は飛んでくるのね。その電磁波を電波望遠鏡が捉えることで、今回 EHT はブラックホールのシャドウを縁取る光のリングを捉えることができたんだ。そういうことだったのね。見えないものを見ようとしてよかったわ。実は EHT がブラックホールの撮影に成功したのは今回が初めてじゃない。いて座 A スターは2例目で、1例目は乙女座の方向約5500万光年先にある楕円銀河、メシア87の中心に位置する、超大質量ブラックホールメシア87スターだぜ。画像の公開は2019年4月10日にされている。中心に位置するブラックホールが2例見つかったから、今後も発見できる可能性が高そうね。確か、いて座 A スターは2017年に発見されたのよね。2017年に観測されたデータを改めて処理して作成したんだ。撮影の成功を発表したのは2022年だな。つまり撮影自体は2017年にしていて、その画像データを解析して発表できる段階に至ったのが2022年ってことだろう。撮影してすぐにわかるものじゃないのね。私たちが考えているよりも、たくさんの工程と研究の先に新たな発見はあるんだろうな。メシエ87スターといて座 A スターを比べると、見た目上の大きさは同じぐらいに見えるんだ。ほんとだ、似てるわね。だが実際にはメシエ87スターの質量は、いて座 A スターの約1600倍と推定されている。ブラックホールは質量と直径が比例する天体なんだ。だから実際には、メシエ87スターの方がはるかに大きな天体であることは確実だ。じゃあ、どうして同じような大きさに見えるわけ？それは地球との距離に関係するんだ。いて座 A スターは地球から約2万7千光年先だが、メシエ87スターは5500万年先と桁違いに遠い距離にある。大きさと距離のバランスが釣り合った結果、同じように見えたってことだな。言われてみればそうだね。遠いのに同じように見えるってことはメシエ87スターは相当な大きさね。2例しか発見できていないのに、随分面白い結果になったものだわ。ただどちらのブラックホールも、周囲を囲むリングの見かけの大きさは直径約8センチメートル程度らしいぜ。え、8キロメートルじゃなくて、8センチメートル？よくそんな大きさのリングを見つけることができたわね。いて座 A スターの画像を得るために EHT は、前述の地理にある電波望遠鏡群、アルマ望遠鏡を含めた、8カ所の電波望遠鏡を結んだネットワークを形成したんだ。複数の電波望遠鏡を一つの巨大な仮想電波望遠鏡として機能させる観測手法、超長期線電波干渉計を利用して、いて座 A スターの観測データを取得したぜ。複数の場所にある設備が繋がるのって、ちょっとアニメの最終回みたいなワクワク感があるわね。人類の英知の結晶って感じ。ロマンの塊だよな。2017年の観測で利用された望遠鏡は、アルマ望遠鏡の他に南極点基地にある南極点望遠鏡や、ハワイマウナケアにあるサブミリ波干渉計、メキシコシエラネブラの大型ミリ波望遠鏡といった装置が使われたぜ。本当に世界各国で協力しているのね。日本みたいに協力している国もあるんでしょうし、宇宙開発は人類みんなの夢と言っても過言ではないわ。
仮想電波望遠鏡の視力は、約300万の解像度約20マイクロ秒角と凄まじいものだったが、それでもいて座 A スターの画像を得るのは困難だったそうだ。EHT はガスから放出される電波を利用して観測しているが、いて座 A スターはガスはわずか数分から数十分で一周すると言われている。うん、それって何か問題なの？ガスは高速で回っているんだが、短い時間でガスが周回すると観測中もガスの明るさや模様が激しく変化することになる。そうなると観測を通して得られるデータは、短期間で変化するリングを時間平均した画像になるんだ。さらにその観測した天体の画像を得るために、各地の電波望遠鏡で取得した観測データを注意深く処理する必要があるんだぜ。変化が激しすぎて画像にするのが難しいってことかしら？それで性能の高いアルマ望遠鏡が活躍できたのね。観測データを画像化するために EHT では4通りの手法で解析が進められているそうだ。その方法の一つに日本人が大きく関わっている。そうなの？日本人、かなり大活躍しているわね。東京大学大学院博士課程の小藤雄太郎氏によると、EHT の観測で得られたデータは数ペタバイトに及んだそうだ。メガ、ギガ、テラとキテペタだから、相当なデータ量であることは一目瞭然だな。参考までに、一般的なノートパソコンの容量が多いものでも1テラ程度だ。全く足りないじゃない。凄まじいデータ量を取り扱っているのね。だから解析に至る工程にはスーパーコンピューターを使った非常に大規模な計算が行われたそうだ。小藤氏は、画像化においては、20万通り以上のパラメータの中から最適な数千の組み合わせが選ばれ、いて座 A スターの画像が得られました、と語っているぜ。最適な組み合わせが数千もあるのね。数千の画像を特徴に応じて4つのグループに分別、その上で平均化した画像が今回公開された画像になるそうだ。だから、ある時間帯のいて座 A スターを捉えたわけではないということだな。それでも写真を見ると、明るいリング状の構造があることは素人目から見ても明らかだ。確かに明るいところと、暗いところがあるのもわかるわ。他のブラックホールもこんな感じなのかしらね？相対性理論ではどんな質量のブラックホールでも、光のリングが観測されると考えられているぜ。3例目の発見次第で予想はさらに確信に変わりそうね。今回は我々に身近な天の川銀河にあるブラックホール、いて座 A スターの撮影についてまとめたがどうだった？新たなブラックホールを撮影成功したのもワクワクしたけど、EHT の仕組みや世界で活躍している日本人の話も楽しかったわ。この調子でぜひ3例目のブラックホールを見つけてほしいわね。2017年の時点では8箇所だった EHT は、現在では11箇所に増えているそうだ。さらに技術も進化していて、EHT では動画としてブラックホールを捉えることを目標にしているらしいぜ。素敵な目標ね。動画が上がるのを楽しみに待つことにするわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。